はい、皆さんこんにちは。ティンバーボーン続きからね、やっていきたいなと思います。まあ、前回ですね、これ配給拠点ですね、この地区2と地区1をつなぐ拠点をですね、行き来できるように、はい、こうやって無事にね、設置が終わって、まあ最初はね、当面この物資がこっち側も足りないんでね、特に食料とかが取れないので、まあ水は確保できるようになったんだけど、まあ食料が足りないということでね、まあベリーとかこんなもん送りつつ、こっち側からはですね、まあ地区2をそもそも作った理由っていうのが、この金属スクラップがね、地区1にないんですよ、ここにね。だから金属スクラップはここで取ってですね、ここからこっちに運ぼうと思って、まあお互いを行き来できるですね、この配給ルートをですね、無事に設置が終わったというところまで行きましたね。はい、ということでね、今回はさらにですね、まだまだこう発展させていきたいんですけど、ちょっとね、また干ばつが来るんですわ。この干ばつがめちゃめちゃね、また不安なのでね、ちょっとまた対、あれですね、対策しながらですね、進めていきたいなと。で、今一応ね、地区に何匹か、9匹かな、ビーバーが9匹になったんですよ。で、さすがにね、これちょっと食料がね、ちょっと心配なんですよね。で、とりあえずここね、ベリーがめっちゃ余ってるから、もうちょっとね、もうちょっとだけね、ベリーをね、増やそうかなと。食べ物がね、やっぱりちょっとないと、これ飢え死にする可能性がめちゃくちゃ高いので、まあ、ベリーちょっと多めに運んでですね、まあ、当面はここの飢え死にを防ぐと。まあ水はここ、とりあえず9匹だったら、まあこれだけあれば十分でしょうってことで。はい。まあそんな感じですね。で、待ってね、地区1、地区2。あ、地区1、3匹余ってるね。ちょっと待って、戦略考えよう。この3匹をどう使っていくかってことを、今後のね、ちょっとね、プランをね、考えていきたいんですよ。で、まあ一応、ここにいるね。で、こいつもいるから、ここは OK で、まあ干ばつ来たら、ここをどうせオンにするんだけど、水をね。まあ、ここもいて、こいつもいるよな。OK。で、運搬員が今、こんだけいれば十分だから。で、パン屋さんと。で、食料もまあ、なんだかんだこれで、ね、これなんだっけ、ガマの、ガマか。で、グリルポテト、パン。そうか、パン作れるようにしたんだね。そうだそうだ。で、ガマがあって、ここら辺に作って、これか、製粉所。まあ、これで一応レシピで作れるようにはなってんだよな。で、あと発展させるために何作ろうか。一応金属スクラップが、ですね、ここに運ばれてくるようになったんですよ。で、まあだから、その金属スクラップを作るもの、使うものですね。この、何ですか、精錬所ですか。こういったものもそろそろ作っていきたいかなと思うんだけれども、ただ問題はですね、想像以上にこの、これいくつつく、これ、200馬力だよね。想像以上にこれね、電力じゃないや、これ動力を食うんですよ。なので、これちょっと、また新たにですね、ちょっと動力を付け加えてですね、めっちゃ噛んだ付け加えて、ちょっと精錬所もね、建ててあげようかなと思ってます。ここ作れない、これ風車なんか建てれないな。なんかここら辺に風車もう一個連結させようかなと今思ったんだけど、あ、ダメ臭いな。じゃあここに使うか。こうして、ちょっと待って、風車がどういうとこに立つかわかんない。こうしとけば、ここはダメなんだね。じゃあここにしよう。ここにして、で、ここにですね、新たにこうやって、まあどうしようかね。これ両方方面にあっていいけどね。まあここと、こうですよね。で、ここに、こいつだね。精錬所を建てようかなと。はい。で、こいつをこうオープン、あれ?押して、ここに、うわぁ、ダメだ。これちょっと待って。なんでダメ?これ想像以上に、あー、これぶつかってんのか。なるほど、わかった。じゃあこれ一回、切って、こう一回やめて、これ先に立てよう。こいつを先に設置して、ほんで、風車がですね、だったらもうこれやめよう。こういう使い方ではなく、どうせ共有できるんだから、違う。ここと、ここ切って、で、風車だね。風車を、まあ、ここに独立して建てればよくねっていう話。ここは建てられないんだね、これ。で、なんでここ作れないんだろう。まあいいや。ここじゃないとき。これでも風来るちゃんと。風来るよね。来ないってことないよね。まあ、だからなんかここら辺に建てといて、動力が共有されるからね。あ、これでいいんじゃない。
で、まあこれを先に立てつつって感じだね。はい、そうだね。まあこいつは当面まだできるまで待とうと。で、まあまた水がねあれなので、そろそろちょっと待って、もう一個だけ水作っとこうかな水が不安でしょうがないんだよな。もう一個ここら辺にさ、これだいぶ立てた、これか、これを作ればいいんだよ。これを立ててちょっと立ててもらって、新たにね干ばつに対策していこうかなと。まあでかい、とにかく貯水はだいぶ、いくつある、今これ1、2、ここか、2でしょ、3つ4つ、まあこんだけあればまあ賄えるよね、60匹ぐらいはねまだ不安なんだけどな、よく分かってない。はい、まあだからここも例えばさ、なんかこんなんさ、足場とかさ作ってさ、 OK で、ここの上になんかまた立ててこうよっていう、 OK で、ちょっと待って、食料ちょっと待ってな、何が余ってる、これじゃがいもはまあなんとか処理できてるよな。これか、ガマの食事って何ができるんだっけ、これどれで作れるんだ、ガマ。パン屋さんってさ、ちょっと待って、これ西洋コウホネだよね。これちなみにこれ小麦粉以外にガマ粉があって、ガマ粉で何が作れるんだっけ、ちょっと待ってな、ガマ粉でとにかく製粉所がもう一個いるんだな、少なくとも。まあいいか、めんどくさい、後回しめんどくさい、後回しOK これでまあちょっとこっち水大丈夫だよな。ちょっと待って、これもう一個だけさ貯水立てとこう、これめっちゃ頑張って作ってほしい。で、次の干ばつに向けてですね、めっちゃ長期の干ばつが来そうな雰囲気がめっちゃするので、こいつをさっさと立てて、ここにねまた給水してほしいんだよね。これ一応オープンにしとこうか、今のだけ余ってるから人よし。で、まあ、ここに何を作りたいかというと、目の前にもう一個だけね大きい貯水をねこうぶっ立てとこうかなと。はい、でこう立てとけば、まあここにも目の前で溜まりやすいんじゃねっていうそれだけの話なんだけど、まあここどうせまたあれだよな、干ばつ来たらオフになるから、とりあえず作っておいて今のうちに給水できるだけしとこうかなと。でこいつがここいらないから、あーベリー一応まだあるか、オッケーいやいいですね、ロッジも。ちょっとそろそろまたレジャーが足りなくなってきて、レジャーが足りないっていうか、ちょっとしか作ってないからね、これとこれ。屋上テラスとキャンプファイヤーがちょろっとあるだけだから、まあ、ビーバーたちもちょっと飽きてるよね、いろいろね。いろいろなもん作ってあげないとね。メリーゴーランドとか作りたいけど、400馬力もいるわ。後回しだね。装飾とかいろいろあるね。あ、こういうの作るとおしゃれだね。なるほどね。オッケーオッケー。ちょっとこれ余裕ができたら作ります。これ作ってね、オッケー。まあ歯車もあるよね、オッケー。よし、これで、まあ、ひとまずはいいかな。で一応ね、今後のね戦略としてはね、まあここも当然こう、あれこれ切ってる、これここいないのか、発展させていくんだけど、まあ水だよね、もっとこう水をですね、こう干ばつを不安なく乗り越えられるようにですねうまいことですねやりくりしていきたいんだけど、まあなかなかね難しいよね。よし、まあとりあえずここでどんどんね住宅を増やしつつ、もうちょっと住居増やす、でもいきなりこれトリプルロッジとか入れちゃうとさ、また不安になっちゃうから、どうしましょうかね。
あ、間伐来たね。オッケー。とにかく、今いるだけいて、ちょっと待って。とりあえず、運搬員だけ今増やしてですね、どん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 水をね、ここにもどんどん優先的に運搬してもらって。あ、でも今回5日ぐらいか。あ、まあ、なんとかなるね、これ。オッケーオッケー。で、まあ、ここら辺で水がね、ここ枯れてくるんですよ。だからこいつら一回オフって、ちょっと待って、オフするでしょ。オッケー。さあ。で、どうしようかな。もっと地区に手加えたいね。まあ、ここ一通り借り終えたから、まあ、何をしようか。金属スクラップも回収できるようにしてるって、まあ、ここをね、食べ物をさ、ここで自給自足できるようにしたいんだけど、これ、農業するのもできないよね。ほぼ干からびてるから、給水立てないとダメだから、どうすりゃいいんだろうな。これ一応ちょっと待って、ここの伐採エリアがめっちゃ無駄になってるから。あ、できてるな。ここに人がいないだけか。これちょっと待って、地区にどうなってるよ、これバランス。誰がどうなってんの、これ。どこに人材が発見されてんの、これ。木こりが2、給水1、あ、給水お休みね。給水1回お休み。給水お休みして、ここ来てほしい。OK。これで回収するかな。よし。OK。ちょっとさ、めちゃくちゃレジャー立ててあげたいんだよね。どれがおすすめなのこれ。川辺の保養地。リラックス。これってどういう、ちょっと待って、今、1800か。あんまり無駄に開けたくないな。メリーゴーランドはちょっと後回しだな。記念碑ってなんか意味あんのこれ。10マス以内。うわ、やば !1 万人めちゃくちゃいるじゃん、これ。まあ、こういう、ちょっとこういうフェンスとか後回しにして、まあ、こういうレジャーだよね。祠。ここらか。どういうのがリラックスできんのこれ。これ立ててあげようか。これいいじゃん。なんか使えそう。ここら辺にさ。いや、こういうとこ立てるか、これ。レジャーなる、これ。ちょっとなんかレジャー増やしたけど、これちょっとなんか配置が悪いな。こういうとこ立てる。ここの空き地はめちゃくちゃあれな、気になるけど、ちょっとそろそろやっぱり、なんか建てたいんだよな。こうするか。で、こうしよう。とにかくやっぱ幸福度もね、そろそろ意識しないと、ビーバーたちも飽きちゃうよね。これだって幸福度今8でしょ。だからまだこのね、アイアンティースがですね、アンロックできてないんですよ。何をどれあげるのが早い。これ像を作ったらいいけど、これ像めちゃくちゃあれだったから、これ焼き栗か。こういうの作った方がいいのか。メリーゴーランド。あ、でもこれ川辺の保養地でも上がんのか。はい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 、オッケーオッケー。まあ、これ1個作ってるからこれで上がるでしょう。で、ちょっと栗なんだっけ。焼き栗か。ガマクラッカー、ガマクラッカーやな。ガマコあるからガマクラッカー作らなあかんな。ちょっと待って、ガマの根はあるからガマ粉を作るところと、ちょっと OK、 ガマクラッカー作ります。ちょっと待って、ガマ粉、まずガマ粉がいるでしょ。これ粉がもう一個いって、これちょっと後回しやな。これごめん、これ後回しするわ。まだ素材使ってないね。 OK、 後回しして先に粉作ろう。もう一個粉をここにもう一個作りまして、いや、どうしようかな。これめちゃくちゃ変な配置になったの。これ作れんくなったな。ちょっと待って、これどうしよう。めちゃくちゃ配置が、いや、どうしましょうかね。これどうにか隣接させたいんだよな。うまいこと、これつながってるよね。これさ、道ここできる。ここあ、できるじゃん。ここで下手くそか。まあでもいいよ、なんだっていいんだよ。でここにもう一個粉作って、隣接してるよね、これ。共有されてるよね。OK。で、ここでこいつを作ってですね。で、ここをこうガマ粉にするよね。で、このガマ粉にしたものが、なんだっけ。あ、ごめん。これそろそろここだね。ここら辺、ここら辺オープンにしないと。
ですね、どれだっけ、パンでこれガマのあれ作れるよね。 OK、 だからもう一個パン屋さんをここら辺にさ目の前に置くわけよ。こうしようか。でこいつをあれだね、ガマクラッカーにすればいい。よし、これで幸福度もう一個アップやで。よーし、いいね。そして今4匹余ってるから、まあ、これ一応ちょっと待って、無駄がないかをチェックしつつ、ここ入れてるね、水ね。 OK、 そしてここも一応水がずっとあるから、どうしよう、もうこれあと建設待ちだな。特別困ってるとこないんだけど、板あって、金属スクラップ、まあ金属スクラップの場所はまあこれじゃあ立てておくか、後回しに。ドイツだ、こいつか、精錬所ね。これゆっくりでいいよ。よし、さあこれでちょっととりあえず干ばつを乗り越えよう。まだ水あるね。 OK、 まあこれも次第にすぐ干からびるってことが分かったからね。まあどうなんだろうね、これ吸水量によってやっぱりこれちゃんとリアルにさ、吸水すればするほど簡単にこうやって干からびるのが早くなるみたいになるのかな。でここら辺をそろそろオンにして、ここもオンにしないとそろそろ水がですねなくなるわけですよ。できたかな、ここ水オンにしてほしいんだけど。 OK、 さああと困ってるとこないかな。でこっちどうなった、その頃。いやいいね、ちゃんとできてるね。これちょっと待って、地区にはもう今人員いっぱいいっぱいだよね。うん、余ってないんだよな。ひとまずこれちょっと完結っていうか完成させよう。めっちゃいるな素材やっぱ。ちょっとねビーバーたちの幸福度をねちょっと今回は上げておきたいなと。であと川辺のこれか、これも作っとこう。これは川辺っつってるからやっぱこう川のこのほとりというかここら辺、これこっちから作ろうか、こういう感じか、こういう感じやな。よし、これも設置しとこう。でこれで今んとこガマクラッカーもできるし1でしょ。でかわこれで2でしょ。でこれで3だから11になる。アイアンティースがそろそろ来るんじゃない完成すればね全部。まあ、このあれだね、干ばつ中かどうかは分かりませんけど、とりあえず干ばつは乗り切ってって感じだね。これも立ててね。よしよし、運んでる運んでる。あ、できた。これなん、どんな感じなんこれ。あー、なんかこういう、あーね癒されるね確かに。あれ、なんで7になったこれ。キャンプファイヤー、屋上テラス、これ足りないのこれ。これあれか、でもあれか、どんどんあれだね、時間単位で変化してんだねこれ。だから夜じゃないと多分上がんないんだよな、キャンプファイヤーとかって。そういうことだよねこれ、夜になってれば上がるんだよねこれ多分、キャンプファイヤーやってるから。そういうことじゃないのか、単純に数が足りないのかまあいろいろまだまだ学ばなダメですね、そういうことですな。まあいいや、とりあえずこいつが完成して、ここでレジャーが1個できたから、これでビーバーたちもまた幸福度も増すだろうし、あとはここだね。ここで、ガマだね。ここでガマをちょっと生産できるようにしていくから、あ、これちょっと足りてないな、ここ、道。あれ？これ、道違うじゃん、段差じゃん、ここ。やっちゃったわ。ちょっと待って。ここは階段じゃないとダメなやつだな。こうやな。で、こうやね。こっちさっさと作ってもらって。なるほどね。これで OK ね。OKOKOK。よし。よし。で、ガマ機能したね。これ。ガマクラッカーね。よし。ガマができ次第、こいつがここに来るって感じだね。いや、いいんじゃない？まあ、ひとまずね、このでかいのもできたし。これで幸福度も上がっていくことでしょう。まあ、川辺もね、そろそろ。より深い水が必要です。まあ、これ水。え、これ水じゃ機能しない？ここ。これ、作る場所間違ってるこれ。
これダメなんか、浅いのか、あ、いいか、いいわ、オッケー、単純に水がなかっただけね。オッケーオッケー、これでまあ水も戻ってきたということだね。でこいつら一回またオフして、給水はいらないからオフしてって感じだね。よし、いろいろまた微調整もできて、まあ、レジャーもちょっとずつ増やしてきたって感じだね。はい、ということでね、今回はここまでになります。いやー、次回以降ちょっとどうやって発展させていこうか、ちょっと大々的にね考えていきたいなと、次の戦略をね思いますね。まあだいぶここはね、あの安定してきたかなという感じはするので、まあ今後はですね、まあちょっとこういう、これだね、幸福度9まで来たから、まあこの幸福度も上げつつ、まあどういう感じで増やしていくかっていうね、増やしていくかっていうか拡張していくかっていうことをね、また大枠を考えていきたいかなと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、またね、バイバーイ。